はい、どうも。今私はね、神戸駅に来ております。兵庫県神戸駅ですね。はい、神戸駅といえばね、これですね、東海道線と山陽本線がここで分かれるっていうか、東海道線が終わって山陽本線が始まるみたいなところですね。はい、東京からね、東京駅から 589.34m、 340m かで、ここから神戸からどうだ、どこまで行くんだか、下関、いや違う、文字かな、どこまで行くんですかね、ちょっと分かんないですけど、が始まるっていう駅でんですけど、まあ、今日 何をするのかっていうと、和田岬線に乗ろうと思います。はい、この、神戸駅の次の兵庫駅から発着している和田岬線っていうのにね、乗ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、兵庫駅に到着しました。はい、いやね、で、和田岬線なんですけど、こっちかな、これが乗り場ですかね。なのでどうやって行ったらいいんだろう。まあ、とりあえず適当に向かいますか。はい、和田岬線のね、乗り場が分かったんですけど、ご覧の通りね、めっちゃ並んでるんですね。はい、今日のね、最終列車にみんな乗るために並び始めたようです。すごいね、まだあと30分ぐらいあるんですけど、まあいいや、とりあえず並びましょう。はい、今ね、ここの兵庫駅なんですけど、もう間もなく改札が始まります。5時に改札が始まるんですけど、このようにね、もうあと4分ぐらいなんですけど、ね、大行列になってて、私30分前に着いて前の方なんですけど、もうね、どんどん列が伸びてますね。はい、大変だ、すごいことになってます。じゃあね、5時になったら改札が始まるということで、はい、待ちたいと思います。はい、5時になったんで改札が始まりました。私18切符なんでね、この自動改札機じゃなくてこっちですね。こちらへどうぞ。なんかもう信頼乗車みたいになってる。見せることなく乗ることができた。あー、いましたね、スカイブルーの103系。この子がね、まもなく引退するということで、たくさんの人たちが、ね、集まっております。これ乗れるのか、こんな人数。はいはい、これですよ。いやー、103系ですね。あ、結構長いですね。列車はね、6両なんでね、思ったより長かった。4両かと思った。嵯峨野線が4両だったから4両かなと思ったけど、6両もあるなんて思わなかったな。まあいいや、とりあえずね、非常に助かりますね。すっごい人だったんでね。あ、これちょうど先頭車両、どうだろう、巡行の西見に浴びて綺麗に撮れますかね。はい、もうね、一瞬で人だかりができました。もう撮影会が始まりましたね。ただね、隣のね、東海道線でね、貨物列車が通るとね、みんな一瞬貨物列車を撮り始めて面白かったですね。まあそれはいいとして、もうこれ先頭撮るの無理だな。いや、えらいこっちゃな。今は珍しくなった方向幕ですね。じゃあね、せっかくなんで、せっかくっていうか、まあ乗るんで乗りましょう、中。なんかそんな感じですね。あ、全部これなんです。老朽化等により3世紀にわたり多くのお客様に愛されてまいりましたが、定期運行を終了いたします。長きにわたりご乗車いただきありがとうございました。これまでのご愛顧に感謝し、さまざまなイベントを実施いたします。詳しくは JR 西日本ホームページニュースリリースからご確認ください。ありがとうございました。やっぱりね、扇風機があるのがいいですよね。ただいまご乗車されております水色の103系電車は
3月18日をもちまして定期運行を終了いたします。たくさん軽電車に乗車する際や撮影される際は一般のお客様や沿線住民の皆様のご迷惑とならないようにルールやマナーを守っていただきますようよろしくお願いいたします。岬到着しました。いや感動的な走行音とアナウンスでしたね。すごいすごい人なんですよ。ものすごい人。いやもう大混雑ですね。こんなに小さい駅なのにすごい人が集まってしまいました。じゃあね折り返しの列車がねすぐ出るのでこれに乗ってねまた戻りたいと思います。ご乗車ありがとうございます。兵庫行きです。まもなく発車です。車内でお待ちください。
ハンドルワンについてご案内させていただきます。ただいまご乗車させております。水色の客関係電車は3月18日をもちまして定期運行を使用いたします。今回に合わせまして3月12日両方駅南方面に行ったします。子供実家に JR 西日本の運動を出展いたします。客産系電車は1963年から3447両が製造され、東は仙台から西は福岡まで全国各地で皆様の足として活躍してまいりました。この R1 編成も日本の高度経済成長期を支え、半世紀にわたり多くのお客様とたくさんの思いを乗せて走り続けてまいりました。ラストランの今まであとわずかとなりましたが、最後まで客産系をご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。兵庫駅にね、無事に到着しました。この列車なんでこんなに混んでるんだって話なんですけど、まあ、ラストランが近づいてるっていうのと、今日日曜日なんですよね。で、日曜日はね、なんとね、1日2往復しかないんです。で、今戻ってきた列車が今日の最終列車になります。なのでめちゃめちゃ混んでたんですね。ただ平日はね、まあまあ本数があるので大丈夫なんですけど、土曜日もまあまああるのかな。ただ日曜日はね、本当に朝とこの夕方しかないので、ちょっとね、すごい人が集まっているっていう状況で、なかなか楽しいですね。はい、もう間もなくね、改札が閉まるということでね、早くホームから出てくださいと言われてしまったので、はい、行きましょうか。いや、まあ、これ終電なんでね、それは当然改札からね、出ないといけないっていうわけでね、はい、この和田岬線はね、中間改札があって、もうこれだけ単独のね、改札になってますので、ホームっていうのかな、なのでね、もう早々に閉めてしまうんですね。はい、なのでね、早く行きましょう。いや、もうね、本当にね、車体もね、すっごい綺麗でね、水色で、もうすごい、全然もうすごい大切に使われてるんだなっていうのも分かるんですけど、もういよいよね、引退ということで残念ですね。はい、それではね、和田岬線103系にね、乗ってきました。もう多分乗れることはないと思いますけど、はい、ではね、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。それではね、ご視聴ありがとうございました。